皆さんこんにちは。マックス村です。ガレです。グラ様でございます。はい。本日もグラ様でございます。はい。お知らせ気がつかれましたでしょうか。いやー、ツイッターでもいろいろと報告もいただきまして。ねえ、私も来た、はい、私も来た。今後のアップデートについてだね。はい。じゃじゃーん。上から2個目です。はい。レイアスの星5解放。そう。星4まで村井さん、この前ね、先日の動画で上げましたと。まさに進化させたところの、はい、あの主人公レイアスが、うん、星5になるということが発表されました。すごい、12月下旬ですね。すごい、うん、でかつアップデート情報もいろいろ来てますね、はい、ストーリー付きのイベントの実施、ギルドに、新たな依頼が届くとか、うん、あとは開発中の大型アップデートの発表も出ましたね、はい、アリーナ機能が実装。そう、今街の方でですね、鎖で閉ざされたエリアがあるんですよ、はいはいはい、あそこがアリーナになるのか。多分そうです。あとはメインストーリーの第2部の追加、はい、ってことで、おそらくなんですけれども、まだクエスト私全部進めてないので分かりませんが、はい、ここが多分今の最初のリリースのボスだと思うんですよね、うん、最終地点。ここの先がさらに今準備されていると。すごいね、こんな早い段階でもう実装されるんですね。私あのフーマの塔もうクリア直前なんですよ。おー、はい。だからストーリーがねネタバレになっちゃうので、ぜひとも皆さんやってくださいと、はい、今日はまさに、主人公。あ、じゃあもうレイアスがいつでも星5になれるように素材を準備したいね。したいですけどね。多分もう村井さん持ってますよ。持ってない。持ってない。待って、持ってないでしょこれ。光足りないでしょ。いや、光実は村井さん2つ持ってるはずなんですよ。持ってる、2つ持ってる、はい、これ以前確か配られてたのかな、なんかの報酬でもらったのかな、他で持ってるので。え、私もしかして星5に進化できるのこれ。もしかすると素材によっては光の竜神が何体必要なのかと、あと違う属性のやつが多分必要だと思うんですよ。はい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 。他がそうなので。持ってる、持ってるんですよね。だから絶対売却しちゃダメですよ。絶対ダメ、絶対ダメ、ダメですよ。なので光もそうですね。なるほど。意外と充実していたという光は。確かに。だから皆さんレイアスとかに関しては多分比較的竜神持ってる方多いと思います。ほほー、うん、素晴らしい、はい、それを知らなかった。意外とね、竜神はそんな簡単に落ちるものではないと思ってますから。うん、本当にそう思ってる。持ってるとは思いません。思わない、はい。毎週金曜日が光への導きということで、はい、こちらの上級、はい、今日はやりたいと思います。はい、ガール行こうぜ。行きましょう。このパーティーで行きたいと思います。はい。あの冥界と違って上級でも難易度が、うん、あそこまで高くありませんので、はい、安心して突き進みましょう。行きましょう。ただ言っても弱くはないけどね。そうですね、そうですね、弱くはない。上級ただ光なのでこっちは闇で攻めれば、まあ画面もその分大きいんですけど、うんうんうん、まあいけるかなと。てかこのパーティー相当ディフェンシブだね。私のフェニオがさ、装備が回復、うんうんうん、で奥義も回復で、ガルがバルハラがいて、そうですね、もうどんだけ回復したいのかっていう。でルミナスオーブとか回復積んでますから。やばい、めっちゃ回復。絶対負けねえ。すげえ回復。お、もうラストだ。ラストですね。これでもう終わりですね。ガンガンいっちゃいましょう。でこれガル最近ずっと竜神回ってるんですけど、はいはい、あ、いかがしますか。竜神回ってるんですけど、ほうほうほう、倒した瞬間にクリスタルがポコンって出てくれば、ほうほうほう、ドロップなので。マジか。そうなんですよ、よく見といたらこの時点でもう分かる。ただまだまだ先だな。クリスタル掴んで忘れてた。すまん、私もあのブレイク前にガンガン大きく使っちゃった。はい。ていうかかっこいいな、あのビリビリ。かっこいいですね。あれが竜神なんだよな。いいな、欲しいんだよな。竜神は何体でもいいと思います。私あの前回上げたガチャ動画で、はい、光属性の結構強い星5のモンスターゲットしたじゃないですか、はいはいはい、レイアスが星5になっちゃうと。ああそうか、光枠がちょっとダブっちゃったんですね。いや違うんですよ、光がすげえ充実するの。あ、むしろ、うん、めっちゃ強いパーティーできるんじゃないかなと思って、すげえ楽しみなんですよね。村井さん染める派ですか、一色で。染めない派なんですね。染めない派、いろんな色入れてね。そう、ただそこまでいっちゃうと染めたい気持ちになるよね。なりますね。なかなかな硬さだね。ちょっと構いな、奥義が溜まってなかった。あー、今更奥義溜まっちゃった。でもこの後いけるね。そうですね。
ちなみにあの皆さんお気づきだと思うんですけれども、敵キャラボスの HP ゲージの下にあの丸が今5個あると思うんですけど、あれが溜まると強い攻撃がきます。そうですね、今右に放射線みたいなのがバーッと来てました、ね、今1個溜まりましたね。あれがだん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 徐々に溜まるんです、はい、もう押し切れそうだな。オイル使いたいな。でも使いましょう。ブレイク使っちゃう。じゃあ私も行っちゃえ。倒せ。あとね、ハークが意外とヤバかった。あ、本当だ、ハークせんだ。どうかな、どうかな、どうかな。あ、コインだ。あー、コインだ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 。ダメか。なかなか上級意外とこんなにかかるもんなんだね。まあディフェンシブなユニットが2体いたので、まあしょうがないかなっていう。うん、このね、最後の1個がね。もう一周行きましょうか。行きましょうか。キャラ変えて。キャラ変えます。もう一周行きたいと思います。ちなみにここでワンポイントなんですけれども、今体力が足らなくてクリスタル1個使って回復したんですが、38分の47って体力になってて、おオーバー回復。もうリリースしたばっかりのゲームにもかかわらずこういうオーバー回復がされるとか。オーバー回復ってすごいいいっすよね。すごいよね。いつも損した気分になっちゃうから、あ、今上がっちゃったとかなんかがね。だからね、リリースしたばっかりのゲームにもかかわらず、そういうね、細かいところまで気が利いて、もう最初から入ってるってすごいなと思って。すごいよね、うん、これからも細かなアップデートとかっていうのがね、多分追加されていくんだとは思うんですけど。あ、来ないか。ここでね、来るとね。そうなんですよ。いや、やっぱね、グラスマは面白いっすよ。面白い。電車の中でずっとやってますもん。おお、すげえ。友人回るんだって。え、それはすごい。さあ行くぞ、ここだ。さあ、この手前が龍神、手前が龍神でございますよ。文字の色が違うのが龍神ですよね。この子を落としたい。で、結果クリスタルが今上の方6ってなってるんです。6ってなってるんですけど、倒した段階で8になってれば確定です。あの7が8になったら確定か。確定ですね、龍神です。見てーなー、見て、龍神見てー。よっしゃ、ブレイク来た。一気にもう、あ、ごめん、間違えた。あ、やべ、レイアスから使わないと。レイアス、主人公レイアスが奥義を使うと他のメンバーの攻撃力 30% アップです。でもスキル使ってから発動するの忘れてた。順番あべこべ、いろいろダメでした、ね、まずはレイアス発動からのタノ、うんうん、モンスターの奥義発動。お、え、え、嘘だろ、なんで嘘だろ。あ、火ダメ大きいからか。え、ちょっと待って、ちょっとバルハラ連れてきてねえのか。バルハラ連れてきてないですよね。やべ、ゴリゴリできてます。あ、やべ、レイアスだ、レイアスだ、やべ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 、あ、ごめん、ブレイク前なのに使っちゃった、ごめん、もう、もう、しょうがない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 、やべえ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 、これ削りきれねえぞ。え、死ぬ、死ぬ、死ぬ、いや、無理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 、行きたい、やだ、やめて、やめて、やめて、あ、大きい、大きい、やだ、やだ、いい、いい、ナイス、ナイス、ナイス、大きい、ナイス、大きい、削り、削り、ああ、え、ちょっと待って、やだ、やだ、ブラザー、え、やだ、やだ、やだ、ブラザー、死にとない、ブラザー、死ぬ、死ぬ、ブラザー、ブラザー、死ぬ、死ぬ、死ぬ、ああ、え、あれ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 、え、あはははは、皆さん、ありがとうございます。これで落ちるとは限らないのに。びっくりだな。やっぱ回復薬は絶対だ。いやいや、もうこんなに違うもんなんすね。全部ゴリゴリできちゃうと。フェニオは連れてこんとあかんかった。フェニオかバラハラは絶対だった。さあ、クリスタル、はい、残念。クリスタル1個ごちそうさまです。いや、びっくりした。いや、マジか。死ぬと思ってなかったよ。初めて死んだかもしれないです、こういうので。マジ、はい、え、マジ、はい、結構死んでるよ私。マジっすか、上級でですか、うん、うん、あ、まあマルチで参加してくれる方が多分みんな強いんだと思います。ガルマルチしまくり。マルチしまくりです。フレンドの募集とかもした方がいいよ、動画で。いや、そうなんですよ、ね、私も近日あのフレンドの募集したいと思ってます。うん、引き続き皆様もあのグラ様楽しんでくださいませ。はい、今日はそんな感じかな。そうですね、龍神、まあ皆さんちゃんともう光のレイアスが進化するので、まあ集めてくださいっていうところです。絶対主人公だから、主人公補正ね、かかってるかも分かんないんで。ある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 。てか、そもそも星4の段階で、はい、奥義で攻撃力 30% アップは強いよ。強い、強い、うん、あれは強いんだよ。だから龍神下手したら光とか3つ使うかも分かんないですよ、皆さん。確かにな。だからもうそこは本当にたくさん取っとくに越したことはないです。あと冒頭であのお知らせでね、うん、今度アリーナ、あ、そうです、多分あれだな、右上だと思う。あのコルシアムっぽいのは間違いないな、きっと、うん、楽しみにしましょう。はい。
本日はそんな感じです。また来週グラスマンよろしくお願いします。お願いします。週末も楽しんで。さよなら。さよなら。